작게 가려고 한다. 뭐 좀 더 모아줘도 되겠다. 근데 안 할 정도로 못 살게. ただいま 東新ビル前にいます。 福島の方々はこれから会議室へ向かって話し合いをします。 あの、可能な感じっていう言葉の遊びみたいなのやってるけども、ああいうのが農家が来ればね、 これは強制的にやんなきゃダメだっていうのを認めます。あったらやって。同じ農家だったらなんでお前はやんないんだ。そうなるんだ。やんなかったやつが責められるわけよ。ならみんなやるでしょ。 原因は原発の事故なんだよ。そうです。放射能生産者。添付から検査するから。面倒見ろよ。コンバインで彼らの先っちょ。我々作ったお米一袋一袋検査するから。やらせて。震災前に残して、戻してくれればいいよ。いやもうなんだよ。心の痛みとか分かってんのかな。可能な限りだってそんなね、ぼっちぱち起きてる話じゃねえんだよ。言葉遊びしてんじゃねえんだよ。慎重に慎重に考えてやる。 今日な、文科省の人言ってたよ。あれだって全員倒しだし、高い金だぞ。最低限、あれは本当に最低限なんだから、自信は。どう終わってるでしょ？言われてるでしょ？早く電話してよ。早く電話して。後ろ、言われたら。電話して。どういうふうに言う、今悩んでるんですか。いや、だからこういう文章出てんだけど、これは可能な限りって書いてあるから、余儀なくされたとは感じ。払った方がいいのか、払った方、払ってダメなのか。 それだけで、この文章が出てるから指導しますって、彼が言ったら、こういう文書が出てるけど、そういう請求されてます、支払った方がいいですか、支払わない方がいいですかって聞いてみるんですよ。担当者だったって言ってましたよ、さっき担当者は。払うべきだって言ってたんだから。私は払いたいんだけど、どうしますかって言ってました。東電に言ってもらえますかって、本社の、社広瀬社長に。 まあもう農水省適当な文書出してるって言われる予定だったとこだと。お父さんはい。まああのちょっと電話かかりそうだから。トイレですかね。トイレ。ああ、どうぞどうぞ。全部もらった。この人のだけ。ああ、養生環境。これも養生環境。もう全員の名刺が割と必要になりそうですね。ポストの取り付けたり。 まあ、特電力に、検討をするように、実は昨日、私どもと同じ部門の者がですね、農水省さんを訪問しておりまして、そこで、何で言われるんだ、話を受け玉っておりますので、昨日ちょっと言ったのは、この3人ではない者が言っておりますので、その者の話を受け玉ったものを踏まえて、改めて検討したいと思います。はい、これは、これはいつ、これは3ヶ月か。何かかんねえな。連休明け？ いや、申し訳ございません。1ヶ月ね。はい、1ヶ月。1ヶ月。5月26日。5月26日。なんか俺は物分かりいくなっちゃったな。次の日。はい。はい。次行きます。はい。あ、すいません。さっきの、米の買い取りの方で、農水の方と繋がったんで。あ、そうですか。いいですか？はい。その、ベクレル、5000ベクレルが、 喧嘩劇場じゃないよ、これ動員してたさんっていうか、そうそうそう、そう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 
これあんまり意味ない。充電も。充電。少し入れる。はい、はい、本日千葉県 の, あの生産者の方からところのお越しいただきまして、23年 の, の、まあ、お工場の設備の断念に関しての損害賠償金の請求をその競技に入らないということをおっしゃってられているんですけれども、あの、まあ、私どもその23年を感じまして、私の場合は一例です。他の皆さんはそれぞれにいっぱいあの増量分度が必ずあるんですから、それについても、はい、それを含めてあのいずれにしてもあの私どものその交渉しに行く者がですね、あの、うん、ご連絡取って、うん、あの誰来るんですか。おかしいな、今日来てるって聞いたんですか。いいですか、え、止まってんですよ、賠償請求止まってんです、はい、生活苦しい人いるんだよこれ、はい、単純に増量分だけ払ってねえだけじゃねえんだぞ、うん、全部払ってねえんだから。そうですよ、わかる、生活苦しい人いるの、2月の18、2月の18日に本社に届いて、もう2ヶ月以上経ってんだっつって、はい、伊豆交渉、はい、伊豆、誰来んの、すいません、ちょっと誰かっていうのはあの、わかんないですよ。いや、いつ全然払ってない、それ聞かない、入れないじゃないですか、しろさん。野菜、もう反応鏡の、いや、今行くの、みんな、品質だけ負荷コンテナがない、1ケースで500円ですよ、全部サッピング500円ですよ、1コンテナの負荷コンテナ。あ、去年なんか200円だったらね、オーリンドが、富士もね、富士相談センターのものが、きちんとその説明内容をその聞いた上であのご説明に行きますので、いや、いつ、ちょっと連休明けにはなろうとは思うんですけど、いや、確認してよ、だから何月何日にしてよ、こっちだってスケジュールあんだから。まあちょっと、今確認して、はい、あとこれでいいです、その日にちだけ決めればいいでしょ、な、はい、椎茸類は答えられる。あ、ちょっと待ってください。子供が言うのに、すいません、ちょっと、実際やってた担当のものは伝わらないんで、連休明けにご連絡差し上げるようにいたします。連休明け、連休明けじゃない、5日を連絡する、はい、30日、30日、連休明けって30日、30日ですね、30日ですね。ただ9日になっちゃうかもしれないですけども、遅くとも火曜、水曜日までにはご連絡申し上げます。5月の2日まで、いや、水曜日は1日です。あ、1日、あ、1日、無理だから30日、事務所いないので1日、携帯に電話ください。